1696年7月14日の海戦は、ウィリアム王戦争末期にフランスとイングランドの間で、ファンディワンで行われた海戦である。イングランドの軍艦は、ボストンから派遣されており、フランスの士官ピエールル・ムイン・ディベルビューによる、ケベックからセント・ジョン川に面したアカディアの首都フォートな主枠への物資の運搬を阻止するのが狙いだった。フランスの軍艦エンビューとプロフォン川、 イングランドのフリゲート艦ニューポートを打破した。一方イングランドのフリゲート艦ソーリングスと北アメリカ植民地の補給艦は難を逃れた。ピエールルもインディベルビュー像1696年、ウィリアム王戦争は7年目に入っていた。ディベルビューはペマキッドの包囲船に向かうため、シャラントマリティムのロシフォールからケベックシティまでを航行し、ケベックシティで 80人の部隊と民兵を上官させた。それからルイブール、ケープブレトン島に向かい、ミクマク族の兵を30人乗せて、セントジョン側へと出版した。7月14日、セントジョン側から5リーグの地点で、リベルビューは霧の中に狩りを下ろした。2時になって霧が晴れ始め、フランスの軍艦から、風上に、イングランドの船が3隻。 セント・ジョンズ川方向に一直線に並んでいるのが見えた。双方の距離が一リーグにまで縮まった時、イングランド艦はフランスの軍艦に気づき、フランス艦隊の方に迫ってきた。フランス艦、プロフォンの艦長であるサイモン・ピエール・ドゥニとボーナバンン・ィュールは戦闘向きなこの艦の本質を封じ、港をマスケット銃の銃撃が終わるまで港を閉鎖した。二隻のイングランド艦が フランス艦を砲撃した。ボナ・バンテュールは港を解放し、イングランド艦を風上にやったところ、火力で劣るイングランド艦が逃走しようとしているのに気づいた。プロフォンは風を捉えようとし、エンビューのディベルビューは暴風と戦いつつ、プロフォンを追った。ディベルビューはパクセンが指揮を取っていたイングランドのフリゲート艦ニューポートを砲撃し、帆柱を倒した。 このダホ船は後方に崩れ、もう少しでエンビューの選手にぶつかって、低得気を落とすところだった。ディベルビューは、ボナバンテュールに、ニューポートに兵を乗せるように命じた。ボナバンテュールは、このイングランド艦を、フランス艦隊の一員とすべく、セントジョン側へ移動させたが、座礁してしまい、ニューポートは危うく、岩場で壊れそうになった。エンビューのディベルビューは、ビームズが指揮する。 より大きなイングランド艦であるソーリングスを追い続けた。フランス艦からの砲弾はソーリングスの向こうにそれたが夜の闇と霧とが3時間続いたこの戦いの幕を下ろした。イングランド艦、ソーリングスは逃走した。メイン州ペマキットに立つ東大戦闘の翌日の1696年7月15日、ディベルビーはセントジョン港に入った。 アカディアの首都、ホートな主枠への荷を下ろした後、8月2日に50人のミクマク族とシモン神父を乗船させて、ペネブスコットに向けて出発した。ディベルビーは、セントジョンで修理されたニューポートを、新たにフランス艦隊に加えた。8月7日、ペネブスコットに着いた艦隊を微重、モンキニと25人のインディアン、トゥリ神父、 ジャンバンさんダバディドーさんイコールキャスタント300人のインディアンが出迎え、8月14日、ディベルビーユは彼らをすべて連れて、ペマキッドの戦いに臨んだ。ありがとうございます。